まあ、7回こけても8回目で頑張って前向きに起き上がっていこうというこのもうタイトルは本当に菊池まどかにいただくべくしていただけたかなというふうに思うぐらい私も前向きになれる作品をいただけたなと心から感謝しております。なので自分も歌っていて明日に向かって頑張ろうという気持ちにもなりますし、またもし7回くじけてもいやいやまた次はいやまた明日はという思いで自分も奮い立たせていただける作品をいただけたので、そういう思いを込めてまた菊池まどかを通して皆さんに少しでも明日も頑張ろうとかこう活力になっていただけたら本当に嬉しいなという思いで歌わせていただいております。私のそういう、まあ、取り柄がすごくどんくさい方なんですけども、取り柄がもう本当に前向きに頑張ることが自分では一番元気とか取り柄かなというふうに思っておりますので、少しでもこの作品を通じて皆さんにビタミン剤といいますか、まあちょっといろんなことが人生長い人生いろいろあっても、いやいや今回が7回目で次が8回目やってくるかもしれへんという思いで皆さんに聞いていただき応援していただけたら本当にありがたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。